ファイルナンバー11032、完全独学ラーメン界のレジェンドが作り上げたラーメン一福、名物おかみの愛情たっぷりこもった5種類の味噌を合わせたスープはおふくろの味噌汁と思いきや、パンチのある豚骨味噌な一杯です。東京都渋谷区初台、閑静な住宅街に実力派の名店が数多く点在している、東京きっての個性派ラーメンタウンだ。中でも行列が常に絶えることのないお店がここ、ラーメン一福。創業30年を超える店の看板メニューは味噌ラーメンだ。優しさの中にどこか強さを秘めた一杯は、家庭の味噌汁のような懐かしい記憶を呼び覚ます。なんだろう、喉の奥の方でじんわりとこう豚骨のベースがこう込み上げてくる、母が出してくれるようなラーメン。空の色店主宮崎千尋が一切の忖度なしに選んだ究極の味噌ラーメン。実は宮崎千尋は未来人だ。ある日突然現代日本にタイムリープ、過去の風景を覗き見る、唇で食感確認、音で分析、匂いの分析、味の詳細な分析、時空を超えたことで獲得した特殊能力、最強ラーメン遺産、究極の一杯とは。京王新線初台駅から歩いて10分ほど。ここです、ここです、ラーメン一福。じゃあ入ります。こんにちは。お、メニューいくつかありますね。ありますが、今日は名物の味噌ラーメンいきます。よし、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。店を切り盛りするのは石田久美子さん。4年連続でミシュランのビブグルマンを獲得したラーメン界のレジェンド的存在だ。店内に彩りを添えるのは石田さんが生けた花、細やかな気遣いに心が華やぐ。はい、ありがとうございます。美味しそう。芳醇な味噌の香りが丼から湧き立つ。トッピングはシンプルに海苔とメンマ、食べ応えのありそうなチャーシューが一枚。すいません、いただきます。スープから、パンチありますよね。僕はやっぱ豚骨のパンチが感じるんですよね、一番。なんか変わらない強さがあるね、やっぱおかみさんの。すごい。ありがとうございます。いや、インパクトありますよ。ないですよ。ゴッドタイム。いろんな味噌の味がまろやかにこうマッチしてて、豚骨とか鶏とか野菜とか、いろんな旨味が感じられるスープだなっていつも思います。はい。三河屋製麺の特注中太麺も味わってみよう。唇で食感確認。なんかちょっと滑らかさもあって、いわゆるなんかこう北海道のプリプリの麺というよりは、優しいスープに馴染むような麺っていうイメージですね。喉越しのいいように、時空を超えた宮崎は過去に遡って仕込み風景を覗き見る能力を身につけていた。ガールドウォッチ。現在一福の営業は週に4日、その合間のタイミングで仕込み作業を行っている。
あの豚の骨です。豚足と原骨で、こっちが鶏ガラともみじ。鶏よりも豚の分量を若干多くしているのが一福のスープの特徴だ。背脂は思ったより少なめの 1.5キロ。油が溶けて柔らかくなるまで1時間ほど煮込む。そしてこれ今背脂をこしてます。あのまろやかになりますよね。で油の甘みがスープの中入るので。続けて大量の野菜や果物を投入。別の鍋に仕込んでおいた魚介系スープを合わせ強火で煮込む。野菜や果物の甘みが溶け込むことで優しいスープへと仕上がるのだ。チャーシュー用の肉からもしっかりと出汁を取る。豚のもも肉なんですけど、あの新玉って一番あの脂身が少なくて柔らかいんですね。やっぱりあの脂があんまり好きじゃないんですよ。もともとは専業主婦だった石田さん。38歳の時に夫が脱サラをして一福をオープンさせたのだが、主人がね一日で嫌になっちゃったから、母や友達がみんなが私にやれって言うんでできないんだけど、やり始めて、それが始まりです。母千恵子さんの後押しで独学でラーメンを研究しながら店を続けた。メディアに紹介されるようになって繁盛店となったが、6年目までは赤字が続いた。貯金とか保険とか取り崩して、あと私はあの母が食べさせてくれてたんですよ。私は毎日辞めたかったんですけど、母はね私がもう年ですし何の才能もないから、これしかないと思いなさいってずっと言われてたんですね。ラーメン屋しか。味噌だれ作りに取り掛かる。母千恵子さんが好きだった信州味噌を白赤それぞれ2種類ずつ、最後に香りの良い長崎の麦味噌をブレンドする。あの舐めただけじゃね分かんないから、お味噌汁にして自分が飲んで美味しいと思ったのです。もうね味噌汁ラーメンって言われてるから。味を引き締めるために唐辛子などの調味料を投入。一般的な味噌ラーメンの場合、中華鍋で一気にスープを仕上げることが多いが、一福は違う。いやあれやろうと思ったけど、もうその前に軽症になっちゃってたんで。それとお味噌ってあんまりあの火通さない方がいいんですよね。あの味噌の成分が壊れちゃうから。チャーシュー、大きい。美味しいですね。新玉なんだ。はい、ももって4種類部位があって、
そのうちの一番柔らかいところです。おかみさんが作るときに、最後豚骨スープぶってかけるじゃないですか。いや、うちはチャーシュー炙ったりしてないから、少し温まるかなと。なるほど。あとこれなんですか、これ。秘密です。あ、秘密ですね。カリカリつってますけど。うん。歯ごたえいいですね。なんか途中の食感としてアクセントになりますね、これあると。ごちそうさまでした。 ありがとうございます、はい、ラーメン美味しかったです。あ、よかった。おかみさんがじゃあ味噌の次に何かおすすめって言ったら何ですか。あ、じゃあやっぱしいろいろですかね。あ、そうですか、うん、味噌も入ってますけどね、酒粕と、うん、あと豆乳も入ってます。有機の豆乳、豆乳が入ってるんですね、はい、名前はなんでいろり麺なんですか。冬だったんですよ、私のが。そうなんですね、うん、それでいろんな具材が入ってるので、うん、こういろりを囲んでるっていうイメージで、そういうイメージですね、はい。カレーもでも人気ですよね。うん、おかげさまでね。半分ぐらいね、もっと。一番最初はね、あのチャーハンしようと思ってたんですよ。はいはい。だけどチャーハンやっちゃうと、うん、食べるの早い方なんか、あ、そうですね。ラーメン食べ終わっちゃったりするから、はいはい、それでカレーにしたんですね。一人でやってたから。カレーはなんかラーメンスープ使ったりするんですか。そうですね。そうですよね。うん、そうかな。だからね、辛くてもまろやかで。そうですよね。最後に宮崎がどうしても聞きたかったこと。後継者とか、これからどうしようとかお考えのことあるんですか。いや、もう私でおしまいだし、子供もいるわけではないし、できる限り自分じゃやるつもりでおります。死ぬまで働く、他にやることないからだと思いますよ。エネルギーを感じます、本当におかみさん。わあ、でも祈りっていうか、念は込めてますね。うん、込めてますよね。やっぱし、美味しい美味しいとか、念じてやってますね。そうですか。皆さんそうでしょ、だってお客様に出すのに。あ、なんか腑に落ちました。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。これからも食べに行きます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。これぞ未来へ残すべき究極の一杯。最強ラーメン屋さんを探し求めて宮崎千尋の食べ歩きはまだまだ続く。